どうも、シュータです。今回はツイッターで話題になっていたタブクリエイターというサイトでオリジナルのネームプレートを作って遊んでいきたいと思います。このサイトで作ったプレートは画像としてダウンロードすることはできますが、スプラトゥーン3のゲームの中で使用することはできません。あくまで作って遊ぶだけなのですが、レアな金プレートも選ぶことができるのでちょっと楽しみ。今回はガチャ1等の金プレートを選んでみます。次に2つ名を選びます。カスタマイズを有効化にチェックを入れるとオリジナルの文章を作ることもできます。今回は立ってプレイするリッター 4K 使いを選びました。文字の色も変えれるようです。名前を変えていきます。次に左下のナンバーを好きな数字にします。バッジを3つ選びます。多すぎて悩む。最後にダウンロードを押してください。いかがでしたか？とっても簡単にいろんなプレートを作れて楽しいですね。任天堂公式のサイトではないのでいつまで使えるかは不明ですが、よかった。